はい、おはようございます。今日天気悪いんで作業部屋であるプレオブで子供のチャリンコのタイヤ交換をしてみようかと思います。だけどこういう動画って意外とね人の役に立ったりするんで今回ちょっと撮ってみようかと思いますけど、これね外装6段もうチャリンコひっくり返っております。これね内装と違ってなんかこうごちゃごちゃしててなんか最初ねビビるんですよ。てか私自身もね久しぶりなのでどうしようかなと思うんだけど、こっちって意外とねこのままでいいんですよ。ちょっとあれで荷台とか荷台のこれでフェンダーのこの2本はとりあえず取っ払うんだけど、こっちはそんなにいじらない大丈夫なんです。これもう固定されてるんで、でこれで取っちゃって、で問題はこっちよ、サイドスタンダー間違いなく外すわな。で絶対取んなきゃいけないのがこれ、これをと、まずワイヤーを取っ払って、こいつを取っ払って、これ全部フリーにしないと、これがポロッと取れないんで、特にやっていきますよ。いいのも、じゃあうまく取れるかわからんけど、ちょっとやってみようかな。これさっき緩めたのか。これを、よっこいしょ。これをまず緩めましてですね。この作業の動画って役に立つのかどうかわかんないんだけども、意外とね、役に立ったって言って、てもらえるんで撮ってはいるんですけども、撮る方に意識集中しちゃうと作業にならんの でこれね外した部品は極力もう一回つけておきましょう。後で分かんなくなる。とりあえずこいつはここでいいのかな、こっちはここでいいんだな。これでこの状態、この状態にしちゃっときます。これなくなるとね後でめんどくさいんで。で次こいつよ、これ外すのはこれね、固着してたらちょっと気をつけてくださいね。これを緩めるよ。いしょ。これも裏からポロッと落ちるから、こっちさえ緩めればとりあえず外れるのかな。こっちの裏のナット気をつけて取ります。で、これちょっと動くのかな。この状態だ。で、こっちもちょっと止めといて、これとりあえずこいつがフリー。で、これもフリーになる。ちょっとここにヒュッと置いといて、そしたらこうなるよね。で、次これだ。これ外しちゃおう。よいしょ。こいつは ?10 よ。15か。15ミリ。15ミリってこっちだ。よいしょ。しょ。動画、あえてノーカットいったらどうなんだろうな。まあ、ノーカットでね、なんかね、作業を取ったらね、一瞬作業できたって言ってもらえたんだよな。いろんな需要があるもんだなと。本当こういうのね、お父さんとかやってるの見て、覚えるもんなんだけど、よくしょ。これを、まずね、これ2台の方を曲げちゃう。で、スタンドの方もこれどけちゃう。で、サイズストーンを取ると。これこっちこのままで大丈夫かな。これは外していいかな。よいしょ。分かんなくならないね。これでもフリーでしょ。よいしょ。それで反対に来ました。これどうかな。こいつをボロって取れちゃうかな。ちょっとやってみよう。これのタイヤ交換まだやったことないんだよね、実は。全部外したことないから。よっしょ。買って。緩めましてですね。よし、動いちゃう。緩めてさあどうなる。自転車って似てるようで意外と違うやつもあるから、自転車の整備ってなんかどっかに習うのかな。当たり前だけど教えてもらったことってないんで、自己流。これでけて、これ取れるね。まずこいつが取れます。部品なくさないで、あ大丈夫だ。これやっぱりこれこうなってんだ。ちょっと離れた方がいいな。多分これ、ぼっこり取れるね。これで、これ、こんな感じ。こんな感じになるんだけど、これ外した時に、チェーンがシュロンってなって、ガシャンってなっちゃって、何が何だかわけわかんなくなるから、この形をちょっと、覚えておいてください、この形。こう来て、こう回って、こうなってるよっていうのを覚えておいた上で、外します。
こんな感じで取れます。でこれタイヤ交換してまたこう戻すんだけど、で こうなっちゃうとなんかすごい不安になるんだけど、これを下を引っ張って入れたところにフェンダーとかに気をつけてはめ込んで、よいしょ、入れてまたここに戻すと、でまたこう締めれば OK です。たまにこれがさ、こうやって固定されてないやつがあるんだよ。固定されてなくて共締めとかするんだけど、その時ってこの角度を覚えておかないとパニックになるんで、それだけ気をつけてください。これ固定されてるんだから僕全然大丈夫だ。これで楽勝。これだとタイヤ交換すれば OK ということで、あ、これ簡単なんでよかった。ありがとうございました。